の一歩を応援する音楽サービス専門店平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。こんなチューナーご存知でしょうか。これ大正ごと調律器って書いてあります。まあ、 四デジのごとく大正ごと用の、チューナーなんですね。で、大正ごと用のチューナーっていうのが確かに存在するんですが、皆さんご存知でしたでしょうか。実は大正ごとって専用の機械じゃなくても調律できるんですね。普通のこういう風な、クロマチックのチューナーを使っていただきまして、まあ普通にチューニングできるんです。G の音、ソーの音ですね、これ合わせて、真ん中で G が止まるように、全ての弦が G にできるようにすれば、調律ができるんです。簡単に言うと大正音って全部層の音なんですよ。なのでこれでも簡単にできるってわけなんです。じゃあなんでこんなものが存在するかなんですが、これね、日本語表記なんですよ。こういう普通のチューナーでしたら高い低いがこう表示されますけども、こっちの場合は緩める締めるっていう風に表示されます。なのでとっても分かりやすいんですよね。だからまあこれでできる方は全然問題ないんですが、ちょっと分かりにくいぞとかなった場合はこちらいいんじゃないかなと思います。ただやっぱちょっとお高いんですよね。これ9900円にします。これがまだで4000弱ぐらい、3000何がしですよね。だからまあできる方はこれで十分なんじゃないかなと思ったりもしています。まあ商売っ気ないって言ってしまったらそれまでなんですけれども、TPO によって使い分けしていただければいいと思います。私はできるぞっていう方はこれ、ちょっとよくわからんっていう方はこちら、そんな感じで使い分けぜひしてみてください。一応なんですが、若干やっぱ特殊な調律器になります。普通のお店ではなかなか置いてない可能性が高いので、基本的にお取り寄せになりますので、実機を触る機会ってなかなかないと思うんですよね。だからそこら辺もちょっと考えていただいてチューナー選びなさってください。ご参考にしていただければ幸いです。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。